一世は、ギレム家のオーベルニュク及び、アキテーヌ公。多くの修道院を創設し、910年9月11日には、クルニー修道院を創建した。経験公と言われる。ギヨーム一世は、オーベルニュク・ベルナール二世とその妻エルマンガルドとの、間の息子である。898年以前に、ボゾン家のプロバンス王ボソの娘エンゲルベルガと、結婚した。 オーベルニュ・トリムーザンを相続し、統治した。893年には、エブルマンゼに代わり、ポアトゥルとアキテーヌを征服し、アキテーヌ号を名乗った。その所領は、アウストラシアから、トゥールーズに及び、オータンやマコネーまで含まれていた。910年、ギオーム後に、政治的、宗教的に重要な拠点となる、ベネディクト海のクリュニー修道院を創建した。ギオーム自身は、 修道院の運営には関わらず、教皇の管理下に置いた。当時、ほとんどの修道院が個人所有であり、修道院長や役員の任命権をその一族や個人が持っていた。中で、このことは特に目立っていた。ただし、ギオームもクリュニー初代修道院長、ベルノーを推挙している。ギオームが独立して、アキテーヌを統治していた証拠として、 ブリュドゾで彼自身の名で鋳造されたデニール貨幣が発見されている。ギオームはサンジュリアン修道院に埋葬された。ギオームには息子がおらず、姉妹アデリンダの息子ギオーム2世が後継者となった。プロバンス王母ソの娘エンゲルベルガとの間に一女がいる。ありがとうございます。